200年以上前から阿蘇市波野に伝わる郷土芸能神楽。波野では現在2つの保存会が神楽を伝統芸能として継承しています。そのうちの一つ、中江岩戸神楽保存会の活動を追いかけました。阿蘇市波野の中江地区、小木岳のふもとにあるわずか23戸のこの集落では、およそ250年以上も前から神楽が伝承されています。天の岩戸の神話を題材に33座が構成され、昭和50年には記録・保存すべき無形民俗文化財として国の選択を受けました。その伝統を今に伝えているのが中江岩戸神楽保存会。会員は15人で、地元の祭りごとや各地のイベントなどに積極的に参加しています。平成2年にはその33座全部を舞う24時間完全復元公演が熊本県立劇場で開催され、また地元の小中学生への神楽の指導も行っています。さらに毎年4月から11月までの第1日曜日には、中江神楽殿で20年以上にわたり定期公演も行っています。中江地区の男性だけで構成されている中江岩戸神楽保存会。会長を務める佐藤義勝さんは、親子3代で神楽を舞っています。息子の弘明さんは県外で暮らしていましたが、中江地区に戻り、孫の大地君が生まれた頃から神楽を始めました。神楽を舞う義勝さんに幼い頃から憧れ、じいちゃんみたいなヒーローになると言っていた大地君は、現在阿蘇市の高校に通う高校2年生。小学生から神楽を始め、今では立派な舞い手として保存会を盛り上げています。会長義勝さんの父、佐藤けさもりさん。平成27年4月に99歳で亡くなったけさもりさんも神楽に携わっていました。それまで親子4代にわたって神楽に取り組んできた佐藤さん家族、まさに神楽一家です。大地君よりも一つ年上で、小学校、中学校と一緒に神楽を舞ってきた清水蓮太君。現在、大地君と同じ高校に通う清水君も保存会の活動に参加しています。神楽の音楽は笛や鐘、太鼓などが担当し、昔は神楽を舞うのが体力的にきつくなった年長者の役割でしたが、小学生から神楽に取り組んでいる清水君はリズム感がよく、そのバチさばきは会長の義勝さんも感心するほどです。もちろん舞い手としても期待されています。地元の祭りや神楽のイベントなど、年間40以上の公演を行う中江岩戸神楽保存会。高校生なので学業優先ではありますが、大地君と清水君も積極的に保存会の活動に参加しています。
中江岩戸神楽は、小木岳の頂上にあった小木神社に奉納されていたものです。小木神社は現在麓にあり、中江の秋祭りでは神社で神事が行われた後、隣にある中江神楽殿で神楽が奉納されます。日本各地に伝わる神楽は、宮中などで舞う神楽を御神楽、神話や地方の伝説が元になった神楽を里神楽と呼び、波野の神楽は神話天の岩戸を主体としたストーリーの里神楽です。さらに中江岩戸神楽は、伊勢神楽、出雲神楽、高千穂神楽の息を集め、また宮中雅楽も取り入れ、これを33座に分けた独特な神楽が構成されています。現代のように娯楽があまりない時代は、地域住民の楽しみの一つとして神楽が親しまれてきました。この日、学校が終わった大地君も参加していて、保存会の大先輩と一緒に芝引きを舞いました。今日頑張ったですね。どうございました。あ、死ぬられた。腰が残れた。来てもらった。全然こう年の差を感じさせないお二人の舞、びっくりしました。若いんです。ねえ、すごい。今日どうでした、今日の芝引きは。もう一緒にできてよ、楽しかったです。神楽は好きだけど、定期公演には一緒に来ても、やっぱ芝が始まると一目散で車の中に隠れたりですね。それが今や。今じゃ、はい、自分が脅かす、大手も逆の立場になって。お父さんとしては、それは嬉しいですか、その成長というか。まあ、そうですね。うん、いや、もうそれは、はい。嬉しいです。はい。まあ、どがんだろうな。どがんしてくるかわからんばって、まあ、今、一生懸命やってくれるけんですね。うん。どんな時、こう、なんか、気持ちよさとか、なんか、嬉しさを感じます？やっぱり、舞が終わって、自分が お辞儀して帰る時の、なんか、拍手とかが一番、なんていうか、あの瞬間が好きですか。はい。どんな舞手にこれからなりたいですか。やっぱりまだ一部の演目しかまだ全然自分の中で覚えきれてないので、やっぱり、まあ、33座演目があるんですけど、その中で、まあ、全部自分の体の中に身につけていけれるようにならないと、やっぱりビデオとかそういうのにしか残ってないから、経験としてはまだ全然自分の中に全然記憶されてないので、全部舞えるように覚えたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとう。すみませんです。いっぱい撮った。はい、いっぱい撮りました。ここはやっぱりあの誘致来たとですね、みんな行きよったのは年間60回ぐらい、多い時はですね、それぐらいよそに出てやりよったんだけど、もう今みんな見られる通り年を取られてですね、もうちった断ろうや、もうちったよパスせんと、体がもてんばいというようなね、風になって、まあこうやって孫とか、この高校生の力を借らんとですね、いかんことになってきよる、これはいかんなと思うけども、どんこしようないたいな、あの少子傾向にあってですね、世の中がこうなるようもんだから。しかし一時でも潰さんように、また後の世代に教えるような子供を今のうちにですね、育てちょくといいなと、もしかしてですね、毎年秋に波野で開催される神楽フェスティバル。
今回阿蘇市からは4つの団体、またお隣大分県の神楽団体も参加し、毎年たくさんの神楽ファンが訪れます。中江岩戸神楽保存会には大地くんと清水くんの姿がありました。今回で24回目を迎える神楽フェスティバルには、小学生の頃から舞台に立っているという2人。今年は芝引きという演目に大地くんは舞い手として、清水くんは太鼓で出演します。いやーもう舞いやすくて、なんていうかな、なんか自分でまあ合わせる音があるんですよ、足に。その足を下ろした時に太鼓がもう合わせてくれるんで、すごく楽に舞えて、やっぱもうなんていう、やっぱ経験したことない太鼓を叩いてもらうんで、すごい舞いやすくて、こっちもめっちゃ乗るっていうか、素晴らしいと思います。いや、言い過ぎない？いや、こっちはもう大地が元気よく待ってるんで、こっちも負けないように元気出して、まあ、楽しんでやってるだけなんで、まだまだなんて経験が足りないんで、もうこれからもっと待ってる人がみんなその舞いやすいような太鼓をもっと身につけていきたいです。じゃあ意気込みを、清水くんもやっぱり保存会には、はい、時間できる時があればもういつでも手伝って、中江神楽保存会をもう僕たちで盛り上げていきたいです。もうとにかくいろいろ人数が少なくなってきていると思うので、まあ、もう僕たちからどんどん神楽の良さを発信していけたら、それだけでいいと思います。
小木岳山頂にある小木岳朝日稲荷神社。こんにちは。お世話になります。お世話になります。皆様方、ご神殿を。毎年旧暦に合わせて初午祭が行われています。中江地区には麓の小木神社とここ朝日稲荷神社で春祭りや夏祭りなど1年に5回のお祭りがあります。昔はこの初午祭で舞う神楽が1年で一番初めに舞う神楽として奉納されてきました。今でこそ各地のイベントなどに多数出演している中江岩戸神楽ですが、地区の人たちの信仰の証として舞う神楽はいつにも増してエネルギッシュで輝きを放っています。中江岩戸神楽、その伝統は地区の人たちの熱い思いによって脈々と受け継がれ、今日も小木岳にお囃子の音が響き渡ります。